こんにちは、サムゲタです。今回は ROG AI で切断の剣プレイできるかっていうのをちょっと試そうと思います。スペック的には全然問題ないとは思うんだけど、実際のこのコントローラーの操作性とか、あとはタップでの操作性というところをちょっと軽くチェックしてみようと思います。これは Steam 版になるんだけど、このスティックとかは今あれだ。デスクトップモードで、マウスモードになってるかと。このデスクトップモード、これをゲームパッドモードにすると、もうゲームパッドのコントローラーとして認識されるので。はい、とりあえずまあ、ROG AIのスティックで動いた、ボタンとかももちろん反応すると思うけど、近づいて A で、みたいな感じ。一応右下の普通の重要な出航ってところは Y ボタンってなってるので、Y を押してみます。モードの選択画面になって、切り替え普通にできます。とりあえず適当なところ入っています。何でもいいけど、まあ、ここに入って、じゃあ、タップでも、まあ、そんなに問題ないとは思うけど、ちょっと重さはあるので、こう片手で持ってやるときに少しバランス悪い感じはあるけど、十字キーでの左右、あ、動いた動いた。スティックの左右だと、このカーソルモードみたいなやつ、Y で回収しています。戦術とか RB ってなってる。とりあえずまあ、当然このコントローラーモード、ROG AIで一番やりやすいであろう、コントローラーモードでの操作感のチェックっていう感じで、その目線でやってみたいと思うので、それは適当でいいか。普通に動かす先を選択する状態です。ここにして、下の方でスキル選択になっています。なんか UI 自体は変わっちゃってるからだね。ちょっと慣れるまであれかもしれない。今スティックモードになってます。まあ見てもらってわかる通り。スティックモードでこういう風に動かせるでしょ？じゃあ、マスをここに決定としよう。A ボタンを押すと、あ、もう決定のボタンを押した時点で十字キーモードと同じようにこういうふうに下のところでの選択になるみたいです。じゃあこれは、押し蹴りスキル発動してみよう。方向を決めて。慣れるまではちょっと操作大変そうな気がします。慣れちゃえばまあ何でもないと思うけど、あと今、録画の都合で PC 側の画面を見てプレイしているので、だからちょっとやりづらそうに見えるかもしれないです。はい、正面に向けました。これで、まあ普通に決定、A で行動、右が行動取れているので。はい。ちょっとじゃあ説明みたいなところは抜きとして、ごくごく普通にプレイの方だけ集中して試してみようと思います。その上で何か疑問が湧けば、触れながら。今なんかちょっとやっぱ移動の場所を選ぶのが、なんか やりづらい、わかりづらいような気もします。なんて言うんだろう、ちょっと説明難しいけど、こう反応してくれるんじゃないかと思ってやってみると、なんか思ってる挙動と違うみたいな。この戦闘速度とかも普通にボタンの割り当てされているので、これですぐに切り替えられるっぽいです。倍速にしてみました。あ、巻き戻しモード。普通にキャンセラー B でできるので、一般的なゲームと一緒で。A で位置を確定して、攻撃方法、コマンドの選択。あれ？あれ？ちょっと慣れるまでは手間かかりそうな印象はあります。少し慣れはやっぱり必要かなっていう。なんかここもエネルギー波。なんか書いてあるね。RB プラス十字キーの右ってこと？ RB プラス右。あ、説明の表示を出します。出すか出さないかってそういうことだ。X、ちなみに右上のキャラ。X を押すとキャラの詳細も出ます。R 押し込みで。まあ、戦場情報。はい。ある程度ちゃんと割り当てはされていそうです。まあ、パーフェクトかって言われると、全部が全部確認はできないのであれなんだけど、あとはもうなんか、ちょっとここよくわからんわ、みたいなところとかあれば、アップしちゃえば早い部分もきっとあると思うので。ROG AIのサイズなので、まあ、コントローラーの方が安定はするけど、極端な話、こうやって持ってしまって、もうタブレットみたいな感じで操作して、って感じであれば、スマホと同じ操作感ではできると思うんだ。あ、この、あれだね、コマンドのボタン、右に寄りました。タップ操作をしたからってことかな。まあ、タップモードとやっぱり UI は違うってことになるのかな。多分今もう待機とかを普通にショートカット割り当てられていたので、この LB のボタンって。なので、このショートカット把握していくと、むしろ、効率的かもしれないです。しばらく使ってみないと何とも言えないけど、繰り返しになってしまうけど、慣れれば、なんかもうそういうものだっていうところでプレイはしやすいんじゃないかなとは思います。今本当に PC 側の操作とごっちゃになってしまっているので、なんかあれってなってしまうけど、普通のメニュー関連を見ていってみよう。
今、どういうことかわかんないけど、デフォでなのかな？一番下。あ、X を押すと下のメニューにカーソルが行くってことだ、きっと。と、他にメニューとか、この左上の名前の右側のメニューみたいなアイコンは、このボタンってなってるので、これを押してみます。押したら、まあ、こんなにした。まあ、多分本当に慣れたら、めっちゃスムーズにできそうな気がします。ここ普通にこう触ってみようと。普通にキャラ画面とかも触ってみよう。十字キーとかで普通に操作ができて、あとは、レベルアップとかも、この十字キーの左右で、はい、レベル22までにして、OK が Y ボタンとなったので Y を押します。はい、で、レベル22まで上がった。B でキャンセルして、このランクの方に切り替えて、まあ、こんな感じで見ることも当然できるし、あとは触りそうな場所としては装備か。装備の画面は X になってます。X をします。はい。で、ここ選択できるようになったよね。さらに左で、一括装備解除、一括装備だっけ？一括装備だっけか、これ。はい。も触れるし、まあ、特になんか今のところ、細かいところまでは見てないけど、問題なくできそうな印象あります。まあ、繰り返しになるけど、最悪、タップしてしまえばいいので、今下の戦力ってところ、L を押し込みってなってるのを押しています。はい、まあこんな感じで、ちゃんと反応しました。まあタップも一応試すと、普通に、まあ当然これでできるので、うん、なので、まあ状況に応じて使い分けしながらやるのがいいのかもしれないです。でもまああれかな、この、一体型のコントローラーもついているので、これで操作するのがすごいしっくりくるかな、やっぱりこのキャラクターの移動とかに関しても。で、これは移動か。普通に十字キーで移動して、インタラクション。ああ、こちらの方が、なんか、普通にコンソールゲームっていう印象でプレイできていいような気もします。ただね、本当に、このスティックとか触った時に、モードが切り替わるっていうところがあったりするので、そこに対してタップした時の感じと、どっか一回でも押すと、ボタンのモードに戻る。X、今出てます。ここ適当に一回タップします。タップすると消えて、ボタンの判定がなくなるので、何かしら触る。ちょっとわかりづらいね。わかりづらいけど、今もうボタンモードじゃない。キーパッドモード、コントローラーモードに変わってるので。はい。という感じで、一応今回、スズランの剣、ROG エライってどんなものかっていうところのテストとしてやってみました。ROG エライを使っている人はもちろん、もしくは買おうと思っている人はもちろん、他にも、なんかこういう系統のモバイルの PC デバイス使っている人の参考になればと思います。はい、ということで今回は以上となります。基本的に新作のゲーム、スマホと PC のゲームを中心に実況プラス、あとこういったガジェットも持っているもの、ROG エライでいろいろ試してみたりとか、その他、ガジェット関連も何か購入したものあれば紹介とか、レビュー、テストしたりしているので、よかったらチャンネル登録、参考になったら高評価などお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。